どうも、こんにちは、こんばんは、木更津と申します。狼カミカミ実況プレイパート66ですかね、多分。今回は前回水流と戦いまして、いや戦うというか水流の体内に入って竜玉とあと狐管を入手しました。狐管の方はつづら鬼にもう渡してしまったんですけど、竜玉の方は今から乙姫のところに渡しに行きたいと思います。それでは始めましょうか。毎回思うんですけど、この部屋眩しいですよね。帰ったぜ若い姉ちゃん。もうよくぞご無事で。して竜玉はどこに？なんと水流様の体内より見事竜玉を持ち帰られるとは。この乙姫、お礼の言葉も見つかりません。この竜玉があれば水流様の力を借り、鬼ヶ島の結界を破ることができます。その水流だけどよ、その玉ころを引っぺがしたら海の底に沈んじまったぜ。いや、水流じゃなくて竜王と言った方がいいかい？つまり、あの竜王のおっさんはあんたの。お察しの通り。水流に変化していた竜王和田摘は我が夫にございます。竜王は妖魔の軍勢と感化を交えるため、竜神族の王祖だけが成し得る変化の儀で竜の姿になったのです。戦に敗れて心ならずも暴竜と化し、露を待つ身となり果てましたが、しかし長が倒れたとあらば、世継ぎが宿願を果たすは一族の定め。竜の力の結晶竜玉はいかなる困難があろうと取り戻さねばなりません。今回もカミカミですいません。この度竜玉を得るには竜王の命を絶つ以外ありませんでしたが、一寸殿、先にも申し上げた通り、我々はもとより竜王とて全て覚悟の上、この度のことでの躊躇などついほどもありはしないのです。さてアマテラス殿、竜王は妖魔王の妖気を封じていたはず。あれは今どこに？妖気キツネクだかい？あれなら卑弥呼姉の使いが来て持っていったぜ。その力で妖魔どもをぶっ倒すとかでよ。卑弥呼殿の使いが？確かにあの妖気には底知れぬ力が宿っておりますが、しかし妖魔どもも四方八方手を尽くして探しているいわくつきのもの、その使いのものに妖魔の追手がつかねばよいのですが、もしもあのようなものが再び妖魔の手に落ちようものなら、また悲劇が。どうしたんだ急に。これはもしや竜王和田摘の最後の作戦。うわ、つづらおさん、後ろやばいよ、狙われてるよ。今の映像は一体？アマコ急げ。アマテラス殿、若め姉ちゃん、話は後だぜ。悪い予感的中だい。ひとっ走り暗黒寺へ行ってくら。アマテラス殿、望みはまだ残されておりまする。
我はここで卑弥呼殿のお告げを待ちますゆえ、いずれ鬼ヶ島の現れる場所にて落ち合いましょうぞ。貴殿に水流様の守りのあらんことを。ということで安国寺に向かいたいと思います。その前にセーブがしたいですが、なんかセーブさっきしようとしたら一寸先輩に早く流玉を私に行くぞみたいに言われて止められちゃったんですよね。なんか音楽がこういうテンポ早いやつだと焦りますね。安国寺に行きたいから中の泉からワープしましょうか。その方が早そうですよね。いやいや、こっちから行った方が早いんですけど。もう一寸先輩、わざわざ遠回りして行かなきゃいけないようです。シャチマル久しぶり。暗黒寺だから道合ってるか。もう一度ここでセーブをさせてください。なんかこの後大妖怪的なやつと戦う羽目になりそうな気がするので。暗黒寺だから登った先ですよね。こっちじゃないよ。漁師島原の北なんですけど、ここは北じゃなくて漁師島原に行った先ですよね。あんあそこの鐘何回鳴らしても何もならなかったからつまんなかったんですよね。この人稲葉を持ってきてあげました。稲葉犬じゃなくてウサギだったんですね。でサチ玉とはぐれ玉をくれました。ちょっと太っ腹ですね、両方くれるなんて。あとはあそこの西安橋の桜を全部咲かせたりとかしましたね。何今の透けてたよね。あ、ボインね、消えた。幻ですか。幽霊怖っ。待てよボインね、こっちへ来いってことか。
柳の方ですね。またかよ、オイラたちをどこへ連れて行こうってんだい。柳の方、おいでおいで。岩の向こうってどうやって行ったらいいんですか。アマコ、今の見たか。ボインネが壁の向こうに。あ、すげえ。あそこと同じですね。笹部橋もこうやって岩すり抜けましたもんね。幻みたいなもんですかね。うわ、音が怖いな。まさかこんなところに隠し通路があるなんてな。井戸から風が吹いてきてやがる。この井戸は間違いなくボインネの元へ続いてるぜ。アマコ、急げ。考える前に飛び込めってな。ボス戦っぽいですが行きます。なにこれ。お、ここに繋がってるのか。あれ、ここは卑弥呼姉の神殿じゃねえか。どうして暗黒寺からこんなところに通じる横穴があるんだ。本当ですよね。物理的にちょっと距離的におかしい感じがするんですけど、卑弥呼姉のところに行けばいいのかな。うわ、気絶してる。ひみこ様。おい姉ちゃん、どうしたんだ。気失っちまった。ここに行くためには装備を変えないといけないので、これで行きます。天井が低いから二段ジャンプすると止まっちゃいますね。夫をセーブさせてください。ちょうどいいところにあるの知ってたけど。ということで行きますね。千里水晶。なんだよこりゃ。卑弥呼姉、卑弥呼姉、卑弥呼姉が死んじまってる。あ、恐ろしや。身の丈十畳ほどもある化け物が現れて千里水晶の結界を破って卑弥呼様をあのようなお姿に。ボインネ、化け物ってさっき暗黒寺でボインネに襲いかかってたあのでかい怪物のことか。我は恐ろしい。都の民を苦しみから救うため退治せんと立ち向かっていた御敵妖魔、その首領があのように強大な魔物だったとは。あれほどの妖魔、いかに抗おうとも人間の力では、脆弱な人間の力ではかなうはずもない。くっそ、卑弥呼姉、千里水晶の結界があれば大丈夫だって言ってたのに、なんでこんなことになっちまってんだ。アマコ、どっちを向いてやがんだい。卑弥呼姉が死んじまってお前悲しくないのかよ。あのボイン姉だけなんで無事なんですか。おかしくない。お前敵だろと思ってしまったよ。違うかな。アマコ、
アマテラス殿、これは一体どうしたことか。アマコ、お前何やってんだ。もしや妖魔の術にかかり正気を失ってしまったのでは。お前がな。何を。漢字財菩薩行人般若波多寺読めない、読めません、すいません、ここ飛ばします、ここも飛ばします、すいません、読めません。なんだおい、ボインネ、その顔はなんだ。まあ茶番をあまり引っ張るのも興ざめだろう。アマテラス、やはりお前は食えねえやつは。水流の餌にしてくれよと沖合の宝物船に誘い出すも、水流から逃げおおせたばかりか、秘宝打ち出の小槌を手に入れ、都に仕掛けた毒の霧まで晴らしてしまいおった。そして我が城塞鬼ヶ島を攻め落とさんと探りを入れ、ついには竜宮まで出向いて水流さえ手なずけるとはな。ボインね。しかしその水流が海の木図と消えた今、我が城の結界は盤石。何より卑弥呼がこの通り屍となっては、鬼ヶ島の現れる場所を知ることさえできまい。それにしてもつづらおとかいう2層になりすまして卑弥呼に近づいたが、こうもたやすく千里水晶の結果を破る好機が巡ってこようとはな。アマコ、こいつ一体。すべては水流に奪われた我が獲物、陽気キツネクダが我が手に戻ったればこそだ。アマテラス、お前も愚か者よ。水流が乱心してまで抱え込んでいたこの容器をむざむざ手放し、この妖魔王に失われた妖力を呼び戻させてしまったのだからな。はい、ということでここで戦闘に入るようですが、時間的にちょうどいいので、このイベントが終わったらこのパートを切りたいと思います。中途半端ですいませんが、切り的にね、戦闘中に切るよりはマシかなと思うので。まさかこいつが妖魔の終了、妖魔王。この狐札を手にした我の前には千里水晶の結界などガラス同然。慌てふためく卑弥呼の最後、貴様らにも見せてやりたかったわ。ついでにこの水晶玉もいただいておくか。またつまならぬ輩が我に立てつくことがないようにな。そしてアマテラス、お前をここで始末すれば我ら妖王の天下がやってくるというわけだ。竜王のおっさんが見せてくれた遊牧の作戦は、このメギツネ野郎が本物のボインネを食い殺した過去の映像だったんだ。ちくしょう、うまい具合に今まで容器を隠してやがったな。その上キミコネまであんな風にしちまいやがって。でも鬼ヶ島の現れる位置なんか知る必要はねえ。今ここでてめえを鬼ヶ島へ帰れなくしてやるんだからな。はい、ということで戦闘に入ってしまいそうなのでここで切りたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。次回は多分戦闘になります。もしよかったら見てください。それでは。